七博士意見書とは、日露戦争開戦直前の1903年6月10日付で、当時の内閣総理大臣、桂太郎、外務大臣、小村寿太郎らに提出された意見書。東京帝国大学教授と水博と、富井正明、小野塚紀平次、高橋作桜、金井延、寺尾徹、学習院教授、中村進馬の7人によって書かれた。 6月11日に東京日日新聞に一部が掲載され、6月24日には東京朝日新聞4面に全文掲載された。内容はカツ内閣の外交を軟弱であると、急断して満州、朝鮮を失えば日本の防御が危うくなるとし、ロシアの満州からの完全撤退を唱え、対ロ武力強行路線の選択を迫ったものであった。この意見書は、 主戦論が主流の世論に沿ったもので反響も大きかったが伊藤博文は我々は諸先生の達建ではなく大砲の数と相談しているのだと冷淡だったという。なお、富津は日露戦争末期に賠償金30億円とカラフト、宴会集、カムチャッカ半島割譲を講和条件とするように主張したため文部大臣、久保田譲は1905年8月に 文官文言令を適用して、休職処分とした。ところが、富津は、金井、寺尾と連名で、ポーツマス条約に反対する上層文を、区内省に対して提出したため、久保田は、東京帝国大学総長の山川健次郎を、異岸免職の形で事実上更迭した。このため、東京帝国大学、京都帝国大学の教授は、大学の自治とが区門の自由への侵害として、 掃除職を宣言した。このため、翌年1月に、富津の復帰が認められた。ありがとうございます。